こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、因数の譜面の読み方ってことですね。因数っていうのはこの2分の2拍子のことを言うんですけど、だから普通こう4分の4拍子だと1、2、3、4、ターン、タッタッタッタって読むんですけど、これは1、2、1、2って読んでて、ターン、ターン、タタタン、タタタン、要はタタタン、タタタン、タタタンって呼ばずに、タタタン、タタタン、タカタカ、タカタカって、こう要は2拍子で2分音符1個ずつで一塊で読んでいく形のことを因数と言います。だから2分の2拍子ね。だから4分の4拍子と2分の2拍子って結局何が違うのっていうと、このまあ結局4分の4拍子でも結局ターン、タタタタっていうふうにこう、ここも読むんだけど、こっちが色強く出てるか、こっちが色強く出てるかっていうだけのお話なんですね。だからパッて標識語を見た時に、あ、こういうノリだなっていうのが分かればいいんだけど、結局これが別に4分の4拍子で書いてあったとしても、例えばこれ相手に伝われば、例えばこれは因数読みだからねっていうふうに話するとか、こういうフィルなんだよって話すれば、あ、因数なのねっていうふうに考えれば全然いいだけの話なんで、この、まあ、標識語とか、こういったものっていうのは結局その聞いた瞬間に、この見た瞬間にこの雰囲気が分かるっていうだけの話で、どっちのフィールが強いかだけの話ね。だからこっちのフィールだけでしか感じてないわけじゃないのね。で、インフォだと、ターン、タッ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 タカタカタンタカタッタッタンみたいな、こういうのインフォ読みっていうんですね。で、これをタカタカタンタカタッタッタッとも読むけど、まあ普通タカタカタンタカタッタッタって読むでしょ。だから1拍ずつ読むじゃん。で、ここは2拍ずつ読むわけ。だから、こう混ざってる場合が、タカタカタンタカタン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 は因数で読んでも構わないし、だから譜面ってこう細かい部分はまあこうやって見るけど、大まかに大まかに読んでいくことの方が多いので、こういうふうに2拍ずつ読めて、で細かい音符も読めるといいよね。だから因法だとどっちもあるよっていうだけの話ですね。今日はですね、イーブの読み方ステージ1っていうことでですね、3種類僕作ってるんですよ。で、ボキャブラリーが実際15個あるんだけど、16個あるんだけど、まあ1から7、0でこれで8つ出てくるんだけど、これね、僕のシンコペーションベーシックってやつです。僕のホームページ見れば、出てくると思いますので、ない方はこちらの方ダウンロードしてもらって見てもらえばいいと思います。で、これをタンタンタタンタタタタンタタンタっていうのを読んでいくと。で、これ、バスドラシーブで書いてる。これ韻法読みで考えてるわけね。まあ、インフォ読みっていうか、ジャズの場合は。こういうふうに、こう、弾んで読むから、ただ、今回はラテンでやるので、こうすると、イーブンで読み方は、全部、こう、タッ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 タで読みます。で、その時にね、バスドラをですね、2分音符だけっていうのと、ボサノバとかやったりとかするときは、左足が難しい人はなくていいです。で、2段目が足の2番目のパターン。3番目が、まあよくあるサンバキックってやつですね。で、これ、全部やっていきます。まあこれは何も問題ないですよね。だから7つの音符、要は0番と、せーの、そうすると、まず音符がなし。次は、シブ休み、シブ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 、タタタン。ここまでの音符を全部覚えましょうね。で、足が入ると、まあここは問題ないけど、ここはタタタンの時は、ここのタタタンのこの四分音符のとことハイハットが合うからね。で、タタ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 タンタタタンタタタタンタ、ここが難しい。タタチタ、ちょうどお休みの時に左足が入ります。ここね。タタンタタタンタ。ということで、左足が入ると、この手につられないように、足はずっとこれがキープできるように練習してください。そしたら、この裏を入れると、さらにロック系の人はこれで行ってもらってもいいですが、ジャズの人だとヒールダウンで、どっちとどっちとどっちとどっち、つま先でちょんちょんってつく感じでいいと思います。で、タッチとタッチとタ、このドドンの2回目のところと足が一緒だからね。ここがわかんない。タンタタンタ
タンタ、このずれ方をちゃんとこう縦で見て覚えてね。でそうするとタタタ足タタタタタタ、こうね。で次はタタ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 、だここが右手足と一緒、左手だけであって、で右手と左足で左手と右足ね、タタ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 、これ最初なかなか苦労するんですよ。でタンタタタンタタタンが右足と、ここが左足と一緒で、タがこれと一緒ね、タンタタ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 、で次がタタチタタタチタ、右手と右足、左手左足、左手と右足、タタチタタタチタ、この縦で割ったどこが一緒になってるかよく考えてやってね、ドンタと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 いうのを練習していただくと、さっきのに戻ると、これエクササイズが5つずつ書いてあるので、これを練習してほしいんですね。でこれ足はこうなってるけど、さっきのやつのまずこれ1番でやると、せーの、タンタンタタンタタタタン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 タタタンタタ、で次の頭クラッシュまでね、こうやって練習します。でそうするとさっきのの2番、タンタンタタンタタタタタン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 タタタンタタという風に、で最後のやつがタンタンタタンタタタタン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 タタタンタタ、まあいわゆるサンバキックってやつでできるようにするというのが、これがステージ1です。で実は音が4つ増えます。タタ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 っていうタタンっていうやつと、うんタタうんタタタンタタンタウタタウタタっていうのが増えるので、まあその音符が増えた、エチュードがありますよって話ね。でこれ足で書いてみると、これタタうんタターっていうのは同じね。なのでタタンタタタタタタ、次はうんタタうんタタうんタうんタタ、ね、ここタンタタンタタウタタン、ここが不定になっているか、ここが休符になっているかはよく出てくるので、でどっちもタンタタンタタンウタタンウタウになっているか、ここで切ってるか切ってないかね。でも基本は叩く場所一緒じゃない、だからこう右左でね、左右ウタタウタタ、これたまにこういう表記があるので書いておきましたが、僕はあんま使わないですが、こういう4つの音符ね、これを足を支部でやってみました。今度は、せーの、タタン、タタン、うん、タタン、タタタン、タタン、タ、タタン、タタン、というふうにやります。これね、ここ、この4つ。で、これをサンバキックで、サンバキックでね、タタン、タタン、うん、タタ、うん、タタタン、タタン、タ、タタン、タタン、っていうふうに練習してもらうと、これがボキャブラリー4つ増えたでしょ。そしたらそれを組み合わせたやつがさっきのに戻って、エチュードね。これを、足の1番、2分音符だけでやるやつ。せーの。タタン、タタン、タタン、タタ、タタン、タン、タン、タタタン、タタタタン、タタン。まあ、ここちょっとタイかかってますが、これタイがかかるとこの音符で読み替えをしますね。まあ、タイのことについては今回ちょっと細かくは やらないですが。で、そうすると足を今度は、これでやる。せーの。っていう風に全部イーブンで叩きます。で最後サンバキック、という風に叩いてもらえばステージ2が OK ということですね。はい、じゃあどんどんいきます。じゃあステージ3いきますね。ステージ3はまあボキャブラリーが4つ増えますね。12番の音符と13番の音符と14番と15番の音符が増えます。これねちょっと平たく書いてみたら、歌あた歌あた、これは歌歌でも一緒だよね。歌あた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 、でここは歌たた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 、左右左左右左右左で、ここは次が14番、歌歌歌歌歌歌うん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 歌という風な、この4種類になります。でこれを左足で入れると、歌ちた歌ちた、ここ難しいね、歌ハイハットスネア、歌ちた歌ちた
でその歌ここのハイハットの時に右手入れて歌たたた歌たたた歌たた歌たた歌た次が歌ち歌ちバスドラスネアハイハットバスドラスネアハイハット今度はバスドラハイハットスネアドンチタ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 になります。サンバキックだと歌たちた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 歌たたた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 歌たうん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 歌たというふうになります。そうするとさっきのエチュードで戻ると足が2部だと歌たんた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 歌たたた歌たんたたたたたたね、足ジム。うたんた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 うたたたうたんたたたたたたというふうになりますね。で最後3番聞く。うたった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 うたたたうたったたたたたたというふうになります。足が1で手が1、足が1で手が2、足が1で手が3ね、ステージ1、2、3ね。で、これができたら今度足を2にして、1、2、3してやってもらって、3にして、1、2、3ってやってください。で、自分のできるところをやってくださいね。はい。はい、というわけで、テンポ120、イン2、60ですね。タンタタラタッタッタタラぐらいの。ワン、ツー、イン、ツーだと60。で、できたらどんどんテンポアップしてみましょう。というわけで、サンバ、ボサノバのための、フィルインのための練習でございました。これで ドラムソロもできるからね。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。